今目の前にいるこいつは人間の助けを必要としてるんです。私には無理よでも来てくれたじゃないですか。確かに犬が可愛いかどうか確認しに来た感じはあるしだよね。<laughs> 可愛くなかったら引き取らないってわけでもないんだろうけど。ちょっとでも会う可能性があったからこそ来てくれたんだよね、きっと。本当は捨て犬かもしれないと聞いて放廷ておけなかったんでしょまだそう ええ、だからしばらくの間だけでもいいですから、保護してあげてほしいんです。しばらくの間だけ、迷子になって困ってるこいつを助けてあげてほしいんです。いえずるい言い方するわ。<laughs> 犬好きの天敵かもしれない、こいつは。<こ>あつままさんはしばらくポイントを見つめっったまま黙っていたたこししろににてててああげげられなかっっ分をのの子いいうのいや、そこまでの深読みをしてろとは言ってない <laughs>。まあでもそうだね。一度最後まで見とった経験があるからこそ、もっとああすればよかった、こうすればよかったっていう後悔もあるだろうから。それを 今度その武蔵にやってあげるべきなんじゃないかなと思うけどねそこまではでもあつまさんは絶対にこういを捨てたりしない人だと感じたからそうねこんな顔 子を捨ててるる人がいいななんて信じられないどんな事情があったんだろうな <laughs>。俺も犬派だから子犬を捨てる気持ちがよくわかんないよ。あつまさんが手を出すと子犬も自分からそちらへ移っていった。ううきっとあつまさんがどういう人かわかるんですね。こいつ賢いんですよ。さあ、どうかしらね。でも、あったかいわ、この子。だから、寒さで風邪をひかないようにしてあげないとね。ああ、犬好きの女の子っていいな。<laughs> ちょっと優しさがにじみ出てる感じが、俺的にグッときちゃうんだけど、ありがとうございます。あつま ささんは声の落とさないよう大切にかったね、星野くん。いや、本当にね、買い物デートでルンルン気分かと思いきや、落ちポイントだと思ったから、ちょっと焦ったわ。ああ、あの様子なら、ひとまず安心だろうな。あつまさんにとっても、いい方向に向かってくれるといいんだけど、きっと大丈夫だよ。それより付き合わせてごめんね。改めて送ってくよ。うんうん、気にしないで。 おしくんが誰にでも優しいのは知ってるからいや声のいいパスくれたんちゃいます <laughs> これでまた主人公の株が急上昇したぜえ俺がうんだってそうじゃないみんなに優しいと思う彼女的にはまあまあまだ彼女じゃないんだけど彼女的には全方面に優しさを向ける彼氏ってどういう風に思うんだろうねやっぱ特別扱いしてほしいっていう嫉妬心が芽生えてしまうのかないやいやしばさんには負けるよえー、絶対 しなの方が優おい、あつまさんと子犬をおかずにするな。いちゃいちゃの調味料として使うな。子犬のこともそうだけど、急に私のお願いを叶えたいって言い出したり。ちーばさんだって嫌な顔一つせず、看病してくれたじゃない。デートをオーケーしてくれたのも、また俺が倒れないよっていうのもあったんでしょな、何言ってるの星名くん。穴が散らうの。<laughs> 申し訳ございませんでした。すいません、うちのバカ息子が。え、そう言ってなかったひょっとして、私が困ってる人を見たら、誰とでもデートすると思ってるいや、まあ、そんぐらいのちょろさんには見えるけどね。<laughs> デートしないと明日死んじゃうですっていう人が目の前に現れだしたら、お前はデート行きそうだけど。そう、そういう意味じゃないけど、しまった。まずい言い方をしたのだろうか。気まずい沈黙が降りる。<laughs> お、よかったね。ハッピーだねっていう気持ちだと思って。完全無防備だったけど、また落ちるんかい。せっかくいい雰囲気だったんだ。ちゃんと謝った方がいいか。あ、あの、シーバさん。えいや、これはなんか、とても素敵な出来事が起きそうな気がする。<laughs> 過去一可愛いオンリーワン発言が聞ける気がする。<laughs> 急にシーバさんが、俺の手を握ってきたのだ。喋 <laughs> るよ、いい加減お前は。ふ <laughs> な,なんだ子犬を見すぎて、日本語喋れなくなっちゃった <laughs> くー <laughs> って泣いてみよお前絶対可愛いから。手をつないだまま黙って歩く。今度の沈黙は全く種類の違うものだった。あ,あのね、確かにこの間そういうこと言っちゃった気がする。う,うん。でもね、あのね、例え本当の気持ちでもはっきり言うのは勇気がいるんだよう。うん。今度はお前が言語能力障害になったんが。<laughs> マ <laughs> ンって言えよ、お前は。うんじゃねえんだよ。だだかかから言いいい訳とか口実とととと嘘じゃないけど本当の気持ちとは少し違うことつい言っちゃうこつもあるんだ確かにシーバさんとはいい感じの関係を築けているとはいえ、恋人というわけじゃない。いや、これほんと謎だよね。<laughs> ここまでの不利の詰め方なのに、まだ恋人じゃないっていう。俺はまだ何もはっきりした言葉をぶつけていない。あ、やっぱエロゲ特有というか、告白してやっとカップルになるって感じなんだね。実際の恋愛だと、あんま告白というものは、そんなしなきゃ 気がするすねえままななな、ね、ちょっとだけ遠回りしてみないあ、こんな夜遅くにですか <laughs> 歩道されても知らんぞ、お前ら。いいけど、家の人心配しないあさりげなく家の人チェックをね <laughs>。これで家の人いないとかだったら激ツ案件なんだけどな。ただでさえ今日は遅くまで付き合わせている。うん、だからちょっとだけ。いいのかよ、家の人ふふふふふ。<laughs> <laughs> いなかったら、バチコリ、お持ち帰りコースなのに。わかった。俺もまだ、一緒にいたいから、ちょっとだけでも、一緒にいられるなら幸せだ。あのマグカップ、使ってね。私も早速使うつもりだよ。いや、秋という、この季節柄、ちょうどいいアイテムだよね。マグカップって。今、俺が実況してんのが、残暑続く、8月下旬だから、ちょっと季節感狂って、おかしくないって思っちゃうけど。星んお、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 いお、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  道で告白っていうのは結構シチュエーションとしてはいいんじゃないか？ね、シーバさんデートの後少しだけ話したいことがあるんだ。あ、デートの後にね、そこら辺順番通りにね <laughs>。いいでしょう、待ちましょうデートまで。うん、私も。デート必要なんか？<laughs> 告白必必要要なななんんんかかの前ににデート必要なんかっていいいいうぐらい距離詰め詰めじゃない今星野く伝えたいことがあるよお互いに目も合わせられない。それでも甘酸っぱい気持ちが溢れてくる。きっとこれは俺一人のものじゃない。なら今よりもっと彼女を大切にしなくては、彼女の夢を叶えてあげなくては、あそっか、デートしないと主人公の心の穴は埋まらず、そして紬の魔女の代償が解き放たれる瞬間もないってことか。じゃ、デートは必要だな。サノバウィッチこんにちは、あつまさん。まだデートじゃないんかい。<laughs> アイキャッチ入ったらデート当日だと思うじゃん。あら あやち。 も一緒なのねえゆ、え、べは勝手に連絡先を教えてしまって申し訳ありませんでしたいいのよ少しびっくりしたけどね念のため愛知さんと相談者の様子を確かめに来たのであるあつまさんは廊下の掲示板にチラシを貼っているところだったあ、まだ勝っちゃうっていう選択肢じゃないのあつさん的にはそのチラシ絶対佐藤家探してます的な感じだよねそのチラシは迷い犬の飼い主探していますですか、ええ、預かってるこの写真と特徴見つけた場所を書いて情報を募集する いや、ルックス出てないけど、アツマさん結構好きなタイプだわ。<laughs> こういう怖くないオーラを滲み出している優しい女性と万が一のことがあったら付き合いたいな、俺は。え、もうそんなの作ったんですかこっちで用意するべきだったんだろうけど、先を越されてしまったか。いや、ベスト心優しいヒロインだろ、これ。ヒロインと言っていいものかどうか難しい立ち位置の人だけど。だから つけてないのよえじゃあ餌あげる時もおいこらてめえみたいな感じなの。<laughs> ネグレクトなるほどそうですか飼い主が見つかるのが一番なんでしょうねそしてその人がいい人ならええ、だけどやっぱりあなたの口車に乗せられて連れ帰ったのは失敗だったわ意外ですね <laughs> ここまでかぶらかすような感じじゃなかったじゃんうちにいる間ずっと あとを追いかけてきて、ベッドにまで潜り込んでくるし。もう名付けろ、お前。<laughs> 上移るの時間の問題じゃねえか。なんならもう上移っちゃってんじゃねえか。あれだけ懐かれるとね。ねあは、すみません。万一飼い主の方が見つからなかった時は、どうされるつもりです。今は考えないようにしてる。あ、考えないようにしてるんだ。やっぱ小次郎一筋のアツマさんとしては、他は押せねえみたいな感じなのかな。こんなことしてるのも、結局まだあの子と暮らしていく自信がないだけかもね。あ、結局死んじゃった時のことを。 想定してみたいな感じでね。まあ、そんなこと言ったら、人間と関係を持つことも一緒だと思うけどね。人間だっていずれ死ぬもんだし、そんなのを怯えてわざわざ友達になろうならないようにしようなんて考えないし、あつまさんは自重するように笑うと階段を降りていった。他の会の掲示板にもチラシを貼るつもりだし、やっぱりなかなかすぐには立ち直りそうになるようだ。良かったです。気持ちが少し上向きになったようですから、そうなの。まだまだ時間はかかりそうに見えたけど、むしろ余計なことしたかもしれないって心配してたくらいだし。いいんじゃないでしょうか。時間がかかってもいい方向へ向かっていけるなら。 そういうものかな。え、何せこの間は勉強も何も手につかないといった様子だったんです。もう相当引きずってるんだね。ペットの死っていうのは。俺の実家でもウサギ飼ってるけど、みんなそのウサギにメロメロ状態だから、このウサギ死んじゃった時、家族のみんなが心配でしょうがないわ。それがチラシを貼っって回るくららい活動的になったんですからうん、だったらよかった。でもいいの結局、欠片の回収には繋がらなかったみたいだけど。私だって別に欠片の回収だけを目的にしているわけではありませんよ。あ、また地雷踏んだ。<laughs> 主人公昨日から出現ばっかだって <laughs> なんか自分の中のイメージだけで人を語るな分かってるってでも最近あんまり積極的じゃないみたいだからさただでさえあともう少しになってからは千葉さんより譲ってばかりだったのにチャンスがないものは仕方がありませんよあと少しなんですからわざわざ焦る理由もないことですしおー魔女脱却勢の高めの見物ってやつかい <laughs> こっちは必死こいてデートのプラン考えたりとかしてんのにだったらいいけどともかく松つさんのことでしたらあとはもう私に任せてくださいいずれ。 回収するる機会にもも恵まれるかもしれまれれかしせ、ね、そうだね。わかった。そこでアイスさんとも別れてしまう。けど俺は窓の外に大きなカラスが止まってるのに気づいていた。あついに赤城との禁断の契約を交わしてしまうのかもう結構デート楽しみだね。雰囲気、ムンムンに立ち込めてるからね。紬と主人公の間には。赤城もう出てきていいぞ。こちらから中庭へ出て声をかけてやる。と、実は俺の方から呼び出していたのだ。あ、本当にやるんや、契約。<laughs> やっぱリスクを取ってでも、紬を喜ばせたいっていう気持ちがあるのか。ようやく取引に応じる気になったと思っ って良いのであろうな2時間で20時間こちらが代償を肩代わりすればいいんだったなそれも特別に美子なしの後払いで構わんぞなんか裏があるようで怖えな <laughs> お前笑うなよなんか罠みたいな気がするからそれっぽっちでは美子を取っても取らなくても大差ないからなシーバさんにとって一番の悩みはやっぱり女の子の格好ができないことなんだと思う俺に何かしてあげられることお返ししてあげられることがあるとすれば結局これくらいしかないきちんと女の子らしい格好でデートすることそれもシーバさんが空想する夢の人 一つだと思うからでは早速待て、その前に一つ聞かせてくれないかあ、契約内容の確認をね <laughs>。<laughs> なんか、やたら契約進めたがる携帯販売員みたいで、ちょっとだけうさんくさいもんな。なんじゃあさっての日曜日には遊園地へ行くと聞いておるぞ。決断するにはもう時間がないと思うがな俺はまだお前を信用していいかどうかがわからないんだよ。だから赤木がどうして人間になりたいのか聞かせてほしいんだ。ある意味秘密の共有をすることによって、確固たる絆をというか、逃げさせないための制約を結ぶって感じだね。なんじゃとまたじら <踏>ん,だ <laughs> なんでここ最近主人公は地雷踏み踏みマシンとかしてんのお前は人間のことがそれほど好きってわけじゃないんだろだったら不思議に思うのも当然じゃないか。シーバさんは素直じゃないからだと話していた。けど理由までは知らないようだった。もし話すのを拒んだり、ろくでもない目的があるのなら、やっぱり取引はできないと思う。人間 自由な生き物だからじゃな。なんかエレン・イェーガーみたいなこと言うな。エレン・イェーガーは人間でありながら自由を渇望してる生き物だけどね。赤城もエレンも分かってないよね。不自由があるからこその自由があるっていう。え予想外にあっさり、それも意外な答えが返ってきた。自分で聞いておいて何をポケットしておるいや、人間が自由って、お前の方がよっぽど自由に見えるけどな。まあ人間は特に会社疲れの社畜とかは思うよね。空を見上げた時に、ああ、鳥になってどこか遠くまで飛んでいければいいのにと <laughs>。 俺も病んだ時は決まって空を見上げては鳥が羨ましくてしょうがない時があるわ。人間は鳥をどこへでも好きなところへ飛んでいける生き物と思っているようじゃからな。あ、まんま同じ意見を持ってるんですね。<laughs> でも確か、渡り鳥で有名なツバメダさえも連続で飛行できる時間って6時間ぐらいなんだよね。それがなおとモンハンのリオレウスは24時間飛び続けることができるってことで、もし変身できるんだとしたら俺は鳥よりもリオレウスになりたい。<laughs> 違うのか当然じゃ。勝手に別の群れが暮らすテリトリーに入れば、 いやそこら辺人間も一緒やん。<laughs> どの生物だって不自由もあるし自由もあるんだよ。よっぽどライオンになった方が幸せなんじゃないか圧倒的捕食者として君臨できるんだから。もちろん腕の輪を乱す行為も厳禁じゃ。いやだから人間も一緒やっちゅうな、ね、よ。<laughs> <laughs> 隣の芝は多いというかさ、言われてみればそうか、動物の世界にもルールはあるんだっけ。それにあっちはただのカラスではない。人間どもが大ガラス、渡りガラスと呼ぶ、れっきとした渡り鳥なのじゃ。あ、カラスにも渡り鳥っていうやついるんだ。なんか歌舞伎町の2丁目とかでンパあさってる種類のカラスしかいないと思ってた。 それで他のカラスと見た目が違ったのかもともとこの島国へ渡ってくるのも冬の間だけ他の季節はまたさらに北の地で暮らしていたあ意外とロシアっ子なんだ <laughs> <laughs> なんで南国行かんのそういう習性あっちは季節が変わるたび嫌悪なく旅立たねばならん身の上だったのじゃそれに比べ人間は違う渡りなどせず好きな街に好きなだけ留まっていることができる確かにそう見ると渡り鳥からしたら人間ってすっごい自由だよねもうこういうところ行きたいですぐ突っ飛んで電車なり車なり なり飛行機になりて好きな場所に行けるもんなどこへも行かずに住む自由が欲しいのじゃお前陰キャか陰キャなのか <laughs> 家に引きこもっていたいのかもしかして、自分の種類が渡り鳥だからと言って、必ずしも渡らなきゃいけない理由はあるのかいって、無知な人間は思ってしまうんだけど、そこら辺どうなの別に定住してもいいんじゃないの確かに人間は自分の暮らす街を自分で選べる。けど人間だって、そんなに自由ってわけではないだろう。ま、おのおの人が考える種族と自分が考える種族っていうのは結びつくものでもないからね。それぞれが不自由の中、少ない自由を手にして、別に浸っってるところあるしな。その分、ルールと責任が伴うものだからだ。どうしてどこへも行かずに住む自由なんか欲しいんだ。ちょっと変わった目的だよな。<laughs> 人間にはわかるまい。だが、こっちにも昔人間の友達がおったのじゃ。え、カラスの状態で人間の友達がおったのじゃ？で友達なのか？<laughs> お前が一方的に友達だと思ってるだけじゃないかそいつはまだ、オスのヒナでな。あ、男の子ってことてか、カラスの寿命っていくついつもいつも、白い壁に囲まれた消毒液臭い巣に閉じこもっておったよ。あ、小児秒と <laughs> 確かにそう考えると、鳥が唯一の友達っていうオスのヒナの理論はわかるかもしれない。まあ、でも衛生的に良くないとされているカラスと、お近づきになれるのか、その患者さんはって思っちゃうけど、そこらへんどうなんだろうえ基本的にに人間といううのはあっちらカラスを胃に嫌う餌場仕 そんな奴らを好きになってやる理由などないがそいつだけは違ったのじゃまあ人間誰しもがカラス嫌いってわけでもないからね <laughs> 現に俺は鳥の中だとカラスが一番大好きだよというかそこまでカラス嫌いな人間っていない気がするんだけど他の鳥と同じように扱い餌を分けてくれたおそらく自分の餌であろうパンクズをなそのうちあっちが窓辺に泊まると話しかけてくれるようになったのじゃ友達やん <laughs> ごめん疑って <laughs> 赤城は当時を思い出してか心なし楽しそうに笑っているまたも意外な一面を見せられた気がした最も,も当時のあっちには人間の言葉はほとんどわからんかった手術おそらく手術のことだったのだろうそれを受けるのが不安であっちと話していると落ち着くようなことを言っていたように思うああこういう場面があると赤城の人間になりたいという理由がすげえ叶ってほしいなって思ってしまうわちゃんとした理由あるのかよお前あ <laughs> んなんだよ紡ぎるーと序盤からの外役プレイはよサノバウィッチ。